あなたがですね、まあ、私たちが稼ぐのを嫌う人っていうのも実際いるじゃないですか、うんうんうん、でそういったそのことをですね、この本の中でも書かれてますけども、うんまあ、特にそのアンチの中で、まあ、これ言いづらい面も多いと思いますけども、うん、言える範囲で、うん、このアンチは結構印象的だったなっていうのを教えてもらえれば、大体ですね、はい、成功するってことは仕組みを認識できているってことだと思うんですね。ああ、もういいこと言いますね、はい、聞きました。成功すると仕組みをね、認識できているから、うん、本当その通りだと思います、はい、うん、だから世間が広くなるわけですよ、はい、そうすると初めは仕組みの一部じゃないですか、はい、でそれがある程度広くなってくると、なるほどこうやって仕組みは回ってるのかっていうのを内包できるようになりますよね、はい、それまでは仕組みの中の一部でしか生きれないわけね。時間をお金に変えてる場合、隣の部署が何やってるか分かんないわけですよ、うん、分かんないですね、はい、会社の中ですら分からないのに、はい、社会なんて分かるわけないよ、元のことって、はい、なのでいかに自分の世間を広げていくかってことになる。そうすると世間を広げていくとね、フォロワーが生まれるんですよ。そうですね、言ってねっていう、何でも言ってくれたら一肌でも二肌でも脱いでやるよって、はい、その分アンチも増えるんですよ、はい、世間が広くなるんで、はい、あの人こういうことやってるらしいわよとか、はい、あの人絶対気をつけた方がいいわよって言って、あなたの行く手を塞ぐように塞ぐようにする人がいるわけ、はい、でこういう人たちってね、クレーマーなんですよ。であなたというコミュニティの中であなたはこうアンチになられるのですごく嫌だと思うけど、違うコミュニティでもこの人クレーマーなんですよ、うん、PTA でもあの人だけは気をつけた方がいいよとかいますね親戚うちでもあのおばちゃんだけは気をつけときやみたいな。いや、地域でもいますね、うん、はいはいはい、その人クレーマーなんですよ。で、うん、クレームを言うことによって人に恐怖を与えて人間関係を作っていくっていう統率の仕方を覚えちゃった人なんですよね、うん、なので要注意人物で、この人にフォーカスするとこういう人を発見する目が出来上がるので、この中で赤を見つけると赤がたくさん見つかるのと一緒に言うに、はい、あなたに対してクレームを言ってくる人間を発見していく発見機になってしまうんですよ、うん、で必ず光っていうのは影を作る。で影にフォーカスすると影しか見えなくなるので、はい、影を生み出している光、要はあなたのことだったら大好きよって言っている光を選択する癖づけが必要なのね、うん、で影にフォーカスして心を奪われると、このフォローしてた人も影に怯えてるあなたをフォローしてるわけじゃなくて、世間を広げていこうとするあなたの姿勢にフォローしてるわけ、はい、なのであれ私の思ってたあなたじゃなくなっちゃったわってことになるので、実はですねフォロワーを失う結果になってしまう。なのでドキッと思ったらパッと光を見る癖で、これをね養っていくとですね、影は必ず存在し続けていくので、必ず世間の仕組みを内包するところまで行けて、分かったわってなると、お金の作り方、そして人の生かし方、人を幸せにする方法、笑顔にする方法っていうのがパパパパパパって分かるわけ。そしてまたこれを広げていくと違う仕組みが見えてきたり、この仕組みをも内包している大きな仕組みが見えてきたりっていう、この太陽系をも飲み込む次の大きなものっていうのがこう見えてきたりするような形とよく似ているので、僕は世間を広げるっていうのはそういうことで、事故みたいなもんなんですよ、そういう人と出会うっていうのははい、はい、なのでその人のことを何度も思ったり、そのことを喋ったりすると、さらにそういう人、怖い話すると幽霊が集まるみたいに、嫌だっ、そうですね、そうそうそう、はいはいはい、嫌だったことの話すると嫌だったことが集まっちゃうので、うん、最近あった良かったことをシェアしてですね、うん、聞いて聞いてっていうね、これが大切かなっていう。いや、本当その通りだ。やっぱりこういろいろこう成功したりいろいろステージ上がっていくと、あいつは変わったっていう方いるじゃないですか、うん、いやもう武田さんはそういう経験あると思います、僕もあるんですけど、あいつ変わった変わったって結構言われるために僕いつも思うのが、いや人は変わらんと。そう、なぜかというと、その母ちゃんとか親族とか親友とか会うためにいつも言われるのが、僕ユーチューブですけど、ユーチューブは変わらんなと。自分の親しい仲間、親とか、もう昔から言いますよね、お前全然変わらんなって。で、変わったっていう人は本当に違和感な人たちが多くて、でそれでまた思い出したのが野田和夫先生って、それこそあの MIT で教授されて、で日本に戻ってこられた法政大学の教授の、ニュービジネス協議会の会長さんもして、まあ、すごい面白い方なんですけども、その社長と、HS の澤田さんを、まあ、20代の時家にかくまって、でいわゆる今でいうシェアオフィスをやった走りの教授なんですけども、その方がおっしゃってたのが、まあ、武井君これ大事だと、自分の意見をはっきり言いなさい、はっきり言うと敵味方がはっきり分かる、でそうすると味方の近くにいて応援してくれる、で敵は外で文句を言う、でも遠すぎてだんだん聞こえなくなってくるこれがポイントだって言ってました。いや本当そうだと思います。いやでもその通りですよ ね、でも逆に言うと、うん、アンチがいない人っていうのは、うん、世間が狭いことになっているので、はい、僕はもっと広げるべきだと思うし、うん、でそれが自分の存在するコミュニティに自分にとって本当にパワー
ハラとか自分の気持ちを全くダウンさせるような人がいるんだったら、僕はね逃げたが勝ちだと思う、うん、それで引っ張られるぐらいだと、うん、無理せずに逃げて、新しいコミュニティに所属するとか、仕事も辞めればいいし、なんていうのかな、もっと心を大切にしていく時代だと思うので、例えば学校で会わない人がいるんだったら転校した方がいいとか、それぐらいドラマチックに変えちゃっていい時代だと思う。実際そうですよね。ずっと上司の愚痴とか言ったり、友達の愚痴言ってるグループっていますよね、うんうん、その自分の嫌いな人が彼にいて、その人たちも会っていない時すらその人のことを考えて愚痴を言い続ける時間ほど無駄なことないなって思います。もったいないよね。もったいないです、本当に。もったいない。水車回せようって話ですよ、うん、ああ、だから逃げるっていうのは勇気がある行為なので、僕は無理せずに逃げることだなって思うし、そういう意味で言うと精神的にも二極化してるので、心のスラムができ始めてると思うの。昔みたいなスラムっていう形じゃない、心のスラムだから、そこへぶつかったとしたら、それが2回3回続いたら、あれおかしいぞと思ってお祓いに行くとか、あ、うん、もうこの人に会ったらもう太陽煮沸ぐらいの、はいはい、もう明るい友達っているじゃない、いますね、その人に会いに行ってバーンってこの辺の雲を払う行為をやって、いきなりこう V 字型に運気上げるみたいなことをやるべきだと思うね。そこの中でそういう人もだろう。今回も動画見ていただき誠にありがとうございました。ぜひですね、皆さんの感想要望をですねコメント書いていただければ嬉しいです。そして合わせて高評価と、そしてチャンネル登録、このですね3つぜひお願いいたします。それではこれからですねどん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 面白い動画出していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。